五角。え？そのちょっと土のちょんちょん。このちょんちょん。それは海苔です、海苔です。海苔なんですね。五角。青さです。のり弁にはおかかじゃないんですか。そうです、ね。なんかどっかから電話かかってきてる。なんだろう。ちょっと出るのだるいな。いつからマジで電話出ない。私も出ない。人からの電話出ない。わかる。登録してるところ以外に留守電聞くの。そう、わかります。絶対に電話出ない。絶対に。なんだっけ。なんだっけ。知らない人たちだ。ごめんなさい。ごめんなさい。見て笑ってたけど。絶対に。絶対に。成功させようね。あ、そうだ。それだ。だあ、理解するまで時間がかかった。わかりました。見かけるけど自分じゃやらないからさ。そうなの。かおちゃん、あ、見かけたこともないんですけど、スガロは。めっちゃやってないみんな。じゃあみんながやってるのは見るけど、本家見たことない。あ、確かに本家ないの。かおちゃんがいます。はい、かおちゃんがこっちにいますので、今3人でおしゃべりをしてます。おしゃべりって楽しいんだよ、ね、お弁当食べてほしいですね。醤油だった。あ、ソースじゃないの。なんか2つあるなって思ったんですよ。あ、じゃあ、うわー、うわ、ソース、そっちはソースだった。かおちゃん負けました、今日賭けに負けました。負けました。でも中身何か分かんないんですよ。どっちも黒いもんね。魚じゃないの、うん、めっちゃ麦茶みたいなさ、ああいう感じ、分からない。あと、あのスキヤとかのコップで、これは水なのか麦茶なのか、あれな、コップが茶色いからさ、そうそうそう分かんないよね。悔しい。でも期待して飲んで勝手に裏切られた気持ちになるやつ、だからやっぱ何事も期待しちゃいけないんだ。そっか、人生って難しいね。人生って難しい。今日は10日です。ん、今日10日で10日か、うん、早っ。もう2月の10日、もう終わりだよ今月も。前のめりだね。早い。今月ももう終わりだよ。あっという間でしたね。どんな2月でしたか。ゆたらしてたの。私はあの家やかや競馬してましたね。うん、競馬多いですよね。競馬多い。最近すごくこうあれだよな、あのいろんな規制がどんどんなくなってきたから、現場の行けるから。うん、なるほど。ました。でもさ、最初さ、なんかさが行ったのとかさ、隠さなきゃいけない雰囲気だったの。あ、そうなんですね。そうだから、まあ、チームへのお土産いっかってさ、クマとやめたのさ、うん、そしたらさ、なんか行っていいですって言われてさ、俺みたいな、お土産待ってたよ、その口って思って。だから一応少人数用には持ってるんですけど、うん、私そびれてる。なんか、あ、仕事一緒になった人渡そうって思いながら、意外と誰ともほぼ一緒ならないっていう。確かに、ナッキーさんと合わないですね。合わない。マジで、限られたメンバーが一人でずっと仕事してる、うん、合わないんだよね。その人と合わない、うん、うん、マジで仕事ないよ。え、何してんだろ自分、なんでこんなメンバーと仕事しないんだろう。メンバーも一人なんじゃないですか。うん、うん、ばっか、一人とか二人とか。でも一昨日、昨日、あれ、リカちゃんと一緒だった、青木のリカちゃん。お酒好きやん、うん、だけどその肝炎のやつだったから、皆さん、肝炎はお酒が飲む人になると思ってませんかってリカちゃんが言ってた。なんでの、うん、いや、じゃないんだって、種類によるけど、肝炎、肝臓、うん、そう、ウイルスの場合もあるし、みたいな話をリカちゃんがしてて、私でいいかなって言いながら。じゃあ、肝臓はちょっと気をつけてください。はい、肝臓皆さんいたわってください。気をつけてください。岡崎市では40歳以上で検査を受けたことのない方は無料で受けれるそうです。わので、だってよみんな、券が届いてるって。ピンクの大きい色の封筒、大きい封筒が目印ですって。だってよみんな。でもさ、名古屋市もさ、無料で健康診断とか受けれるからさ、あんなに来てんだけどさ、ないですね。行きましょう。行かなきゃ。私も健康診断しなきゃ。みんなしましょう。やってないです。メンバー一斉にどさ、ドックランじゃないんだっけ。なんだっけ、人間ドック受けたら多分ヤバい人チラチラいるよね。あ、私絶対肥満です。チーム A でやって、それを動画に結果載せて。引っかかるのは誰だ。あれやりたい。昔のさ、病院で違う、出てきてダーンってヤバい人光さすやつ。面白いです。え、あったのよ、テレビの企画で。ジェネレーションギャップ感じてる。家庭内学ですかみたいなやつ。
なんかみんながこうやって並んでて、うん、この中にその健康診断のやばい人がいますってなって、うん、こうやってやだなバーンってなるやつ。いやなんだっけ、あるある、めっちゃおもろかったんだよな。なんかすごい髪色暗くない？うん、うん、私は結構明るいよ。黒髪っちいる？明るい髪の毛でもまえちゃんが似合わない茶髪だもんな。わかんないよ。なんかここも暗くなってる。オイルつけてるしね、じゃない、うん、私もオイルつけたいな。絶対やばい。早く明るくなったし、うん、乾燥が湿気ないから、湿気ない、そう湿気ないからストレートです。巻いても取れちゃうし、うん、いや胃カメラはしたんだよ去年実は。だからこの話しなきゃな。しました。本当にもうしなくしたくないけどしました。やだー、苦しかった。向かいマスカラ、確かにミレーとか絶対いらないもんな。いいよ、いっぱい塗りすぎてちょっとあれだった。どれ、マスカラ？うん、シンシャン。デジャビュ？シンシャン、うん、デジャビュ使わせないでくださいって。どれって言った？シンシャンビュ。シンシャンビュ、はい。何使ってるんですか？キャンメイクです。うん、キャンメイクだけど、かおちゃんちょっとあれだ、うん、クイックラッシュみたいなやつです。いやー、良い。多分それ。固定。うん。でもその公演が前ほどめちゃめちゃ多くないから週3とか、公演以外でするメイク道具発掘してる。その落ちなく、落ちないやつじゃなくてもいいからさ。マスカラとか。毎日キャンメイクつけてると、リムーバーが必要だから。すごい、絶対にプライベートでも。うん、リムーバー必須なんですけど。じゃない、お湯落ちにしてる最近。マジお湯落ち無理。あのリキッドじゃなかったらお湯落ちでもいけると分かった。リキッドだと取れちゃうからあれだけど、繊維なら。繊維気づいたら落ちてる、すごいな。確かに前は繊維顔に顔に散ってる。あ、後で拾うんで大丈夫です。本当に落ちやすいんだろうなって。味すごい大丈夫です、はい。えがおちゃんはプライベートも一緒？一緒です、一緒、安定の、うん、ポーチ変えると、うん、忘れちゃうんですよ。あ、確かにそれは忘れちゃう。逆に公園とかさ、フルメイクこれだけど、うん、ラジオだけの人とか用のポーチある。うん、今回もうベースも違う、ファンデーション塗ってないから普段。そうなんですね。入れ替え、それでアイシャドウとかだけ入れ替えてる。でもやっぱ忘れる。たまにあれないって。やりますよね。でもさ、普通の人、多分仕事の人ってさ、家にメイクポーチ置きっぱなしじゃん、うん、とかさ、化粧台とか、うん、こんな持ち歩かないですもんね、普通。かこんな凶器みたいなポーチさ、お弁当ばかりですもん。でそれでこそ東京行く時とかめっちゃだるくない、このメイクポーチ持ってこれなかったらカバンちっちゃくていいんだよ。え、そうなんですよ、わかります。私たまにの時もなんかアイロンホテルで借りるって考えたらいらないね、本当は。うん、でも持っていくと重いんです。大変大変重いです。あとあんま家でメイクしないから、逆に休みないと、うん、変な家メイクしないなってから、うん、とにかくお前ちゃんしてないね。メイクしたくないやん。なるべくあの日焼け止めだけ塗って家出ちゃう。あの美肌のパウダーとか、うん、え、今度は野生のヘレンクスで。いや、してるわ。レッスンの時とか顔にしてるわ。うん、してます。偉い。家出る時は。うん。私さ、そのさ、自分のテンションとかモチベのためにした方が上がるタイプと、メイクする気力が湧かないタイプで結構分かれるじゃん。やっぱ、かおちゃんいつもしてるタイプの人だね。そうなんですよね。鏡に映る自分が、うん、あれ、家にいる通りだと、気持ちが上がんないんですよね。偉い。なるほど。そういう時に素柄はもう服装とか、うん、あのアクセサリーレダーで、はいはい、確かにレッスンとか、うん、意外だよね。なんかモチベ1個だからさ、だからさ、レッスンのためにどっか買い物行ったついでにメンバーとお揃いのレッスンとか買ったりとかありますよね。やるやる、リハーサルオーソンの期間とか。でもどうしても無理な時はもうすっぴんでボソボソで行きます。ある。
どうしても降りるときはあります。テンションどうこうの話じゃないんだけど、行くことが全てのもう行ったらいいっていう時はあるあるある、私なんかメイクの時間なさすぎて、もうなんていうの、日焼け止めとか塗ってる暇じゃねえみたいな、もう落とすのもやばいみたいな、時はまんまで行くな。あんま寝癖つかないのもあるかな、自分は。それ羨ましい、そのまま寝れちゃうのよ家。すごい、いつも帽子かぶりたいもん、ほんと。あー、リハね、髪の毛広がっちゃうからでしょ。うん、じゃあせめてニット帽かぶらせてほしい。それやってるとさ、なんかまえちゃんちょっと行き散らかしてるみたいなから雰囲気だけどね。でも分かりますよ、ダメにと髪出してすぐ洗うと思うけど、でもさ、暑くない帽子って。うん、暑い。私は帽子かぶってるよ、暑くて無理だな、頭バサバサすぎて。でもすごい、髪の毛がさ、なんかあのちょっとウルフカット入ってるところとかもあるんですよ。もう怖いからさ、一つに結んでもここがめっちゃ出てくるんですよ、横毛が。あー、だからそれがめちゃくちゃ嫌で。ウルフってそれが可愛くない？なんかそのセットしてるけしてたらいいけど、なんか普通にマジで邪魔だなって思って髪の毛結んでたら、あれ落ちてくると思った時にニット帽って便利なんですよ。確かに、そうね。てか帽子がめちゃくちゃ便利。いい、帽子可愛いの欲しいな。今度帽子買いに行く。行ってらっしゃい。つけてくれる？付き合ってくれるんじゃないですか？ガモが付き合うって言ってました。絶対見ないでかって、うふふふふしか言ってない。ガモってなんか帽子かぶってるイメージない、あんまり。あんまないね。ないですね、帽子はあんまりないよ。髪ペタンってなるのが、確かに絶対のある苦手なんですよね。私一回なったらもうその日それで行かなきゃいけないもんね。うん、持ち上げるの大変。そうなんですよ、だからまあ帽子必須だわ。逆に、うつ伏せで多分寝て浮いてるときは帽子最高。うん、かぶって寝るの、わざと。かわいい、まゆちゃん。いい、探査してる。なんかこっちで見たら全然かわいいと思うけど、この実際見たら全然かわいくない顔、表情。そんなことないよ、そんなことないよ。でも、ね、別の角度で見たらマジ可愛くないって今この顔。こっちのカメラで割れるようにする、自分が最悪、マジでいじめ。でマジ今日顔違うな、メイク。うん、髪型も珍しいよね。なんかなんかあんま出てないから、もうちょっと出してもらえばいいかとか。長さ、うん、後ろから見たら可愛いけど、前にペッて欲しいってなる。うん、確かにちょっと違うね、イメージとは。さあ、これで今何時？あーだ、やばい、着替えなきゃだ、危ない危ない。え、何時？私はもう終わりにしたいと思います。今何時？今でもここ早いですよね。ダキさん今日ついてないんですか？いや、外してる、リハの時には縦にしたら出てきます。ダメ、早っ。32分、じゃ終わります。そこだ、私はもうちょっと急いでお着替えをして前髪やらないといけないので行ってきます。かわちゃんはいますので、どうぞ。ナキさんは分かりません。マユも着替える。じゃあカワちゃんのところにみんな行ってらっしゃい。焼きそば食べてます。そばは美味しい。カワちゃんのところにみんな、おいしい、バイバイ。じゃあ18時30分から見てください。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。じゃ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 、公演頑張るね。じゃ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 、 MC の話題決めなきゃだ。まあ、声かけに行こう。行ってきまーす。わしもだ。こっち切れたよ。かほちゃんは流れてるよ、まだ。流れてます。よいしょ。40分まで。あ、やばい。スマホがちょっとあったかい。待って、30% なんだけど。え、そんなことある？ショールームってめっちゃすくんですよ。え、やば。ちょっと充電器借りるんだよ。マヤから来ました。やばい、やばい。 29% になった。うわー、はい、充電しなきゃですね。充電器持ってきたもん。ね、あ、携帯の方あるわ。そっちに刺そう。うん。あ、シュイ。えいしゅい。めっちゃ聞こえる。聞こえないっていうあれはないんだと思う。ちなみにマイクここです。えいす。決めてくる。かまきゃー。ナクリから来ました。あ、よかったよかった。今日の私のコーデはこのクマちゃん。そば
みんなを困らせちゃうぞ。あれどっかに見えるの。コマー、みんなを困らせちゃうぞ。コマー、エルマだよ。怖い、そこでエルマは怖すぎ。焼きそば食べたかったんですよ。焼きそば美味しい。皆さんご飯食べましたか？食べないと動けない。自分は焼きそばにしなよ。みんな焼きそば美味しいよ。本当に美味しい。焼きそば美味しいな。この間ね、友達とリキューって知ってますか？ごちそうさまでした。リキューっていうもんじゃ焼き屋さんのに行ったんですけど、もんじゃが食べたすぎて、リキューのなんだっけ、シャキ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 焼きそばっていうのがあるんですけど、マジで美味しい。食べてほしい、みんなに。あと私はね、今からマスカラをしないといけないんですよ。40分前に終わらせない。名古屋駅にある、名古屋駅に2店舗確かあった気がするから、ぜひ行ってみてください。でもマジで混むから、リキュー美味しい。ガラさんの鏡借りようね。歯磨きもしないと、写真撮って着替えて前髪やって写真撮って歯磨きしてエンジンして、かな。今日そう、さとかほロボで言ってた、高めのハーフアップ。なんか呪文聞こえた。あ、動画も撮って、ほののさんの声、ほののさんとまきこさんの声めっちゃする。これホットビューラー知ってますか？ホットビューラー、ここがね、あったかくなるんですよ。でもこのプラスチックの部分がこうなってるところがプラスチックの部分なんですけど、その下がちょっとそこが大きすぎて、ホット感が伝わらない。こうやってまつげを立ててるんです。ほののちゃん衣装を今回はそんなしょっちゅう壊してないですよ。5ヶ月当たってない。嘘、本当に？たくさん投げて。13日の公演は来ますか？皆さん、松葉はなんか宿毛矯正みたいなの分かりますか？ストレート
パーマみたいな。毛をちょっと柔らかくする薬剤を塗って、その後にこうその柔らかくなった毛を、毛のなんていうんですかね、を固めるんですよ。元に戻してあげるっていうか、そうすることによって一旦柔らかくなった時にこう形取るんですね、まつげを。その形取った形で固まるから、こうキュイーンってなって固まるっていう感じですね。一回やってみたら男性が別にやっててもいいと思うけどな経験するに越したことないでしょ。でもな、ちょっと、ね、それはまた違うか。違うんですよ。なんか人生いろいろ経験してみたいなって思うことあるけど、違うかっていうとこもあるもんね。今何分ですか？What time is it? 40分?7 分みたいになっちゃった。知ってます ?7 分。本田選手の。あ、そう、本田さんの。選手ってつかないか。本田さんの。やばい、私のアディショナルタイムが。3分です。やばい、3分で終わらせたい。まつげアイメイクを終わらせたい。終わるかな、どう思いますか。ごめんなさいね、あのサッカーめっちゃにわかですミーハーです。ワールドカップの影響で。今日ちょっとマツケボサボサだけどいいよね、かわいいボサボサでもかわいいって思ってステージ立つね。マツケボサボサでかわいいって思って公演見てください。何事もこうやっぱ思い込みって大事なんですよね。決着つくのか、日本 VS カホ。ないない。こう焦るとやっぱ良くないですからね。エラーじゃない、ミスしちゃうから。いやー、どうだ？戦ってますよ今。よよよよよ。ふん。まあ、完成。私の勝利。というわけで終わりますね配信ギリギリだ。ランキングパッて読みます。ふふののひひひむむむちょ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 じぇじぇこっこくごごおおおおおおおしししし、まあまあまあ、どどどど、いい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 いわわわわわ、ありがとうございました。公園行ってまいります。ちなみに今日は短パン。またね。
またはい配信見てね。アーカイブだったり劇場公演だったり TikTok も上がるかも。またねー。